次に川内宏君。委員長。川内宏君。おはようございます、柴山大臣、鈴木大臣、そして、白塚政務官にもお運びをいただきましてありがとうございます。よろしくお願いを申し上げます。 NHK からは政務さん本当にお忙しい中ありがとうございます。早速お聞かせをいただきたいというふうに思いますが、まず最初に私からも5月28日川崎市登戸駅周辺で発生をした小学生等19名に対する殺傷事件、大変痛ましい、あってはならない事件が起きたということで、お亡くなりになられた方、ご遺族には心からお悔やみを申し上げたいと思いますし、障害を負われた、傷を負われた子どもたちには一刻も早い回復、そしてお見舞いを申し上げさせていただきたいというふうに思います。本当に恐ろしい事件で、子どもを持つ親御さんたちの不安というものは全国的にいかばかりかと想像するわけでございますが、今日朝からずっと与党の先生方からも質問が出ておるわけでございますが、総理指示もあったと、大臣も学校の安全に関する会議でご発言をされたということでございます。まず総理指示のですね、詳細な内容をちょっと教えていただいてよろしいですか。柴山文科大臣。改めまして、今般の事件で亡くなられた方やご遺族の方に心からお悔やみを申し上げますとともに、けがをされた方々の一刻も早い回復をお祈り申し上げます。今ご質問のございました、一昨日登下校時の子どもの安全確保に関する関係閣僚会議における、総理からの指示でございますけれども、まず徹底した捜査による全容解明と関係省庁との情報共有、それから通学路の安全確保の徹底、そして不審者情報の共有と迅速な対応の徹底について早急に取り組むよう指示がございました。川内宏君。今総理指示の内容を詳細に教えていただきました。で、柴山大臣も昨日ですね、一昨日になるんでしょうか、学校の安全に関する会議でご発言をされて、今総理からご指示のあった内容等についてみんなで情報を共有し把握していこうねと、対応していこうねというご発言をされていらっしゃるわけでございますが、私総理指示の中に一つ傷つけられた子どもたち、あるいはその学校に通っている子どもたちに対する心のケアというものが入っていないなということを感じておりまして、柴山大臣の学校の安全に関するご発言の中にもですね、児童生徒に対する心のケアというものが文言が入っておらないものですから、その辺も含めて関係者全員で、大人全員で対応していくよというご決意をいただければというふうに思います。柴山文科大臣。今ご紹介をいただいた、昨日開催された各都道府県の学校安全担当者を集めた会議においてですね、私から直接登下校時を含む学校の安全確保に万全を期すよう、各自治体においても取り組みを依頼をさせていただきました。そして今の心のケアについても私がですね、その会合、昨日の会合において今般の事件を受けて学校現場で不安ですとか動揺が広がっていないのか、また不足している支援はないのか、ぜひ今日お越しの全国からお集まりの各ご担当に改めて確認を
してください。で、必要な対応を、学校現場や子どもたちのために図ってくださいとお願いいたしますということは、その場で申し上げさせていただいたところであります。川内宏君。安心いたしました。とにかく、このようなことが二度と起きてはならない、事件の背景の解明は捜査に待たなければならないわけでございますが、今私たちができること、大人ができることをですね、全員で力を合わせてやっていかなければならないと。ちっちゃな子どもたちの心の傷というものの大きさを思うとですね、本当に全力を尽くして子どもたちを守っていかなければならないというふうに思うところでございます。次に、ちょうど1年前、昨年の5月30日に、本委員会の全会一致の決議で、今、委員の先生方のお手元にも資料をお配りしておりますけれども、障害、という言葉のですね、漢字、害の漢字ですね、うかんむりの害、石片の害、という表記、障害や障害者の表記について、石片の害の字を常用漢字表に追加することの可否を含め、検討してくださいねということを政府に求める決議をですね、現在、与党筆頭である元文部科学大臣、長谷先生のご指導の下で、そしてまた亀岡委員長は昨年、理事でいらっしゃいました、亀岡委員長のご指導の下でですね、全会一致の決議を本委員会がいたしました。で、本日の質疑では、この障害、あるいは障害者の表記で、うかんむりの害の字を使用することの可否について、議論をさせていただきたいというふうに思います。資料を見ていただきたいんですけれども、1932年に救護法という法律が制定をされて、その法律の中には、精神的または身体的障害のあるものということで、石片の害の字が使われております。で、1945年のポツダム宣言、これ、外務省が訳しておりますけれども、ポツダム宣言には、一切の障害を除去すべしと、この障害は石片の害でございます。戦争が終わって、1946年、東洋漢字表は、が制定をされ、この東洋漢字表で、うかんむりの害だけが採用をされて、石片の害は排除をされたと。で、ところが、東洋漢字表から石片の害は排除されたけれども、1948年優生保護法、最近大変に話題になっておる優生保護法でございますが、この優生保護法の中でも、石片の害が障害として使用をされている。この優生保護法っていうのは、ちょっと後で言及しますけど、本当、時代の空気というか、雰囲気というのは、恐ろしいなということをですね、感じさせる法律になっているわけですけれども、それは後で言及するとして、その後1949年に身体障害者福祉法という形で、うかんむりの害の字が法律に採用された。さらに1956年に文化庁が書き換え指導という形で、石片の害の字を使った障害という言葉は使わないでねと、うかんむりの害を使ってくださいねということで、障害、うかんむりの害に書き換えてくださいということを指導する通知を出していらっしゃいます。さらに1959年、石橋丹山先生がですね、周恩来さんに手紙を書き、その中で、できる限り国境の障害を除去しと、しかしこの障害は石片の害を使ってですね、できる限り国境の障害を除去しと、石片の害を使って、手紙を書き送っています。で、私、そもそも1946年に東洋漢字表になぜ石片の害を外したのかと、うかんむりの害しか使えないように、していったのかということが、
すごく疑問なんです。なぜなら浮かんぶりの害にいい意味はないからです。それこそ殺すとか傷つけるとか害虫とか害毒とか害悪とか、そういう漢字一字、これはもう長谷先生、これは全部長谷先生の受け売りです。漢字一字で、漢字は意味を持つと、その言葉が障害の漢字に当てられてきたわけです。そのスタートが1946年だと。これなぜなんだということをですね、文化庁にお尋ねをしたいというふうに思います。中岡次長。文化庁ご指定ご指名でございますので、私の方からご説明申し上げます。先生らからご指摘ございました東洋漢字表でございますけれども、昭和21年当時、漢字がですね、複雑かつ無統制に使用されていたため、社会生活上少なからぬ不便があり、文化の進展にも大きな妨げとなっていると考えられたことから作成されたものでございます。その際、1850字が記載されていたところでございますけれども、一字一字の記載理由については、資料が残っているかどうかも含めてですね、改めて調べてみたいというふうに考えております。河内宏君。ぜひ、ここが肝だと思うので、ぜひお調べをいただいて、ご報告をいただきたいと思います。浮かんぶりの害を使うのか、石片の害を使うのか、これ、当時もやっぱ議論があったと思うんですね。で、そこで、この先ほど申し上げた優生保護法という法律、5月28日に、これもやはり、憲法違反だと仙台地裁に認定をされた、この優生保護法、旧優生保護法が、これ、議員立法として成立をしているんです。これも全会一致なんですね。全会一致で成立している、誰も異論を唱えなかったと。この議員立法を主導したのが、谷口弥三郎参議院議員、医学博士で、現在の日本産婦人科医会の創設者、初代会長で、日本医師会会長も務めた、もう立派な先生で、これに社会党の福田雅子先生が協力をし、成立しているわけです。で、こう時代の空気っていうのは恐ろしいなと思うのは、このお二人が優生保護法解説というですね、コメンタールを書いてらっしゃって、この中でですね、従来唱えられた三次制限は、優秀者の家庭においては容易に理解、実行せられるも、子孫の教養等について、おおよそ無関心な劣悪者、すなわち、低能者、低格者のそれにおいては、これを用いることをしないから、その結果は前者の子孫が低減するに反して、後者のそれはますます増加の一途をたどり、あたかも放置された田畑における作物と雑草との関係のごとくなり、国民全体として見るときは、素質の低下、すなわち民族の逆等化をきたすこと、火を見るより明らかである。国民を優秀者と劣悪者に分けるという恐るべき差別と偏見の思想が、このコメンタールの中にもういっぱい書いてあるんです。で、この優生保護法を全会一致で成立させてるんですね、当時の国会は。そういう中で、障害者という言葉の漢字に、どの漢字を当てるのかということが決められているわけです。浮かんむりの害を使うんだということで決められている。浮かんむりの害を障害、あるいは障害者という漢字に使うんだということは、政府としてお勧めになられてきたと、推奨されてきたということでよろしいですよね、政策として、施策として。中岡次長、文化庁次長。お答え申し上げます。
先ほどもですね、ご答弁申し上げましたけれども、昭和21年当時の状況といたしまして、漢字が複雑かつ無統制に使用されていったということで、社会生活上少なからぬ不便がある、それが文化の進展にも大きな妨げとなっていると考えられるという背景がございましてですね、1850字に制限をしているというようなことをその当時したわけでございます。河内宏君。漢字文化圏というのは日本だけではなく、中国や韓国や台湾なども漢字文化圏でございますけれども、障害や障害者という言葉に、うかんむりの外の字を使用しているのは日本だけであると、他の国々では使用されていないということでよろしいでしょうか。中岡次長。お答えいたします。我が国で用いられております鵜冠の障害は、江戸末期の文献から見られ、明治期には一般にも用いられるようになったものでございますが、これまでのところ、文化庁といたしましては、他の漢字圏諸国での鵜冠の障害の用例は確認をしておりません。河内宏君。で、政府部内では内閣訓令によって常用漢字表にある漢字を使いなさいよと、だから鵜冠の外しか使えないんですね。石編の外の字は常用漢字表にないので、使いたくても使えないというのが現在の状況であると、内閣訓令によって。これですね、内閣訓令によって常用漢字表にある漢字を使いなさいというのは、もう例外は一切認められない、もう絶対ダメだということなんでしょうか。中岡次長。お答え申し上げます。常用漢字法でございますけれども、その前書きというのがございまして、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安であり、一般の社会生活と密接に関連する語の表記については、この表を参考とすることが望ましい旨の性格を規定しております。ただ、先ほど委員ご指摘のように、国の公用文における常用漢字使用等につきましては、平成22年の内閣訓令第1号によりまして、常用漢字表の本表および附表によるものとされるとともに、目安としての性格を規定している前書きの部分を除いております。このため国の公用文における漢字は常用漢字法にある漢字を用いる必要がございます。河内宏君。その内閣訓令の一番下のところに、ただし読みにくい漢字等の場合には振り仮名等を振ることはいいですよということが書いてあるはずなんですけど、それを言ってほしかったんですけど。中岡次長。難しい漢字だとか、そういったものにつきまして、例えば子どもさんがですね、読めない場合もございますので、そういった場合にはそういうような取り扱いをするという考え方でございます。河内宏君。だから内閣訓令では常用漢字表にある漢字を使いなさいと、公用文書であっても原則使いなさい、原則使いなさいということですよね。で、今日はオリパラ大臣の鈴木大臣にも来ていただいてますが、ただでさえインバウンドが増えていると。で、来年のオリパラに向けては漢字文化圏からたくさんの皆さんがいらっしゃるわけですね。で、鈴木大臣、この参考資料を見ていただくとね、これ上海のバリアフリー通路の看板なんですけども、石片の外の字が障害、障害がない通路ですよということで、表示が出ているわけですけれども、
まあ、来年のオリパラで、広報物とか、オリパラの関係部局が出すさまざまな文書にですね、漢字文化圏の人が、日本以外の漢字文化圏の人が見たことのない、うかんむりの害がついた障害、あるいは障害者という漢字を見るとですね、私はぎょっとするんじゃないかと。なぜなら、うかんむりの害には、有害とか殺害とかネガティブなイメージ、ネガティブな意味しかないわけですね。2020年の来年の東京オリンピック・パラリンピックにおいて、障害の害の字に、うかんむりの害の字は、なるべく使用しない方がいいと、それこそ原則使用しない方がいいんじゃないかというふうに思います。オリパラ担当大臣として、まあ、組織委員会などとですね、ご相談されて、さまざまに工夫をいただきたいというふうに考えますが、大臣としてのご所見をいただきたいというふうに思います。鈴木オリパラ担当大臣。2020年東京大会で、たくさんの幹事権からもですね、関係者が来日されるということはご指摘のとおりだと思います。で、オリパラ事務局として、いろいろ出す文書については、まあ、対外的なものもございますし、国内的なものもございますので、使う表記につきましては、先ほど来、川内先生からご指摘のとおりの政府のですね、方針に沿って、まあ、害という字をですね、うかんむりの害を、まあ、使っているというのが、まあ、現状でありまして、それは今のところの政府の方針でありますので、まあ、それに沿って表記することになろうかと思いますが、しかしまた一方において、先ほど組織委員会等に話をしたらどうかというお話も、ございましたが、組織委員会のような民間の組織における表記については、昨年11月の文化審議会、国語文化会におきまして、それぞれの考えに基づいた表記を用いることが可能ということになっているわけでありまして、もう現在すでに、日本パラリンピック委員会、JPC の母体であります、日本障害者スポーツ協会においては、平成26年より、害はひらがなの害というものを用いる用法に変更を行っており、これを踏まえまして、同協会および日本パラリンピック委員会、さらにはご指摘の組織委員会においても、すでにそのようなひらがなを使う表記になっているところであります。川内宏君。まあ、ひらがなは漢字文化圏の人には読めないのでですね、まあ、その辺を鈴木大臣のリーダーシップを発揮していただいてですね、検討をいただきたいということをお願いを申し上げておきたいと思います。今日はNHK さんにも来ていただいております。2月の国会質疑ではですね、放送擁護委員会で、検討するというご答弁をいただいております。で、その放送擁護委員会というのは、この6月に、大体毎年開かれているというふうに聞いておりますけれども、6月に放送擁護委員会が開かれて検討されるのか、そしてまたその放送擁護委員会、この放送擁護委員会という場所で、どの漢字を使うのかというのを NHK さん決めるわけですけれども。ヒアリングや調査を行うというふうにも聞いておりますけれども、調査の際にはですね、うかんむりの害の字を使う、障害や障害者という言葉に対して、うかんむりの害の漢字を使うことに対するイメージ、というのもぜひ聞いていただきたいというふうに思っておりますけれども、NHK さんのご見解、そしてまた今後の方向性というものを教えていただきたいと思います。木田日本放送協会専務理事。お答えいたします。まあ、NHK では現在、固有名詞や団体名などを除き、障害という言葉にはうかんむりの害の字を、使った漢字書きを、まあ、基本としております。まあ、漢字表記につきましては、常用漢字表を基本的な拠り所としております。まあ、放送に使う言葉は、正確さと同時にやはり分かりやすさが、まあ、基本でありまして、
専門知識を持たない視聴者にも、まあ、理解してもらえるように、まあ、配慮しているところであります。お尋ねの放送擁護委員会の開催日につきましては、まあ、事前に公表しているわけではないんですが、まだ決まっておりません。この障害の表記につきましても、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、放送擁護委員会で検討するために、まあ、現在、障害者団体などに対する聞き取り調査、などを、まあ、行って、準備を進めているところであります。そのほかにも、まあ、アンケート調査ということも、検討しておりますが、どのような調査を、あるいは質問するのか、そこのあたりはまだこれからの検討ということになるかと思います。川内博君。国庁と大事なので重ねてお尋ねをしますが、うかんむりの害という漢字、僕らはこの障害あるいは障害者という漢字について、うかんむりの害をずっと使わされてきているので、慣れてしまっているわけですね。慣れというのは恐ろしいことなんですよ。先ほど鈴木大臣からもご批歴がありましたけれども、日本障害者スポーツ協会は害の字をうかんむりの害からひらがなに変えて日本障害者スポーツ協会に変更しているわけです。これ大変な勇気が必要だったと思うんですけれども、この協会のホームページにですね、当協会としてはたとえ少数であっても活字のうかんむりの害を不快に思う人に配慮するとともに、社会の意識を変える一つの誘因にもなるよう期待し、当協会の権限の範囲内において、ひらがなの表記に改めましたとホームページで、おっしゃってます。で、その前段で、ただその表記を変えたことで差別や偏見が払拭されるとは思っていませんとも言ってるんです。要するに障害や障害者に対する差別や偏見があるんだと、今現にあると、表記を変えるぐらいじゃ それは変わらないと、だけど意識を変えるきっかけの一つになればいいということで、決断をされていらっしゃるわけで、障害者権利条約、障害とは旅人の行く手を阻む道を塞ぐ石のようなものだと、障害者の外にあるんだと、それをみんなで取り除いてあげることがノーマライゼーションだよという障害者権利条約の趣旨に、のっとればですね、我々全員が障害や障害者に対する、サポートをしていく、手伝いをしていく、それこそ、道にを塞いでいる石を取り除く手伝いをみんなでしていく、どんな細かいこともしていく、ちっちゃなこともしていく、その大きなきっかけとなるのが、要するに、障害者スポーツ協会もおっしゃっているように、意識を変えるきっかけの一つになるのではないかということなんです。で、今日はスポーツ庁にも、聞きたいんですけれども、国民体育大会、これ国民スポーツ大会という名称を改めることになっているわけですが、国民体育大会と同時期に同じ場所で行われる全国障害者スポーツ大会で、文部科学省が公益財団法人日本障害者スポーツ協会や開催都道府県とともに3つの主催者の一つになっているわけですが、来年鹿児島であるんですよ、国民スポーツ大会で、で鹿児島には全国障害者スポーツ大会の旗もいっぱい出てるんですけども、うかんむりの害の字が使われてるんですね。で、私それを見るたびになんか気になって気になって仕方なくて、鹿児島県の方に聞いたらですね、だって大会の要項でそうなってんだもんと、こうもうめちゃめちゃこうつれないことを言われて、結局国が、文部科学省がそう、ちょっと考えようねと言わない限りですね、なかなか変わっていかないんですよ。ぜひ、他の主催者とスポーツ庁としてですね、他の主催者と協議して、
表記についてですね、ご検討いただきたいというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。スポーツ庁、今田都知事。お答えいたします。全国障害者スポーツ大会 の、まあ、あの障害の外の自由冠を使っておりますのは、まあ、法令で決まっている部分がございます。また文部科学省が作成名義を有する文書につきましては、先ほど来お話のございますように、公用部における漢字使用等についての内閣訓練等に基づいて浮かむりの概を用いて表すということが原則となります。他方、今先生からもご指摘のございましたように、大会運営はスポーツ庁、それから日本障害者スポーツ協会、開催都道府県の3者の協議によって行っているところでございますので、先ほど申しました公用文など以外の掲示物、PR グッズなどについて、日本障害者スポーツ協会、大会開催地の都道府県から、例えばひらがなの表記を用いたいとのご相談があれば、3社でこういった PR グッズなどの性格に照らして個別に検討していくこともありうると考えております。川内宏君。ぜひさまざまな工夫をしていただきたいと思います。最後に柴山大臣、今文化審議会国語分科会ですね、外の字の表記について検討が進んでいるということですが、その審議会での検討に、を特例していただけますようにですね、お願いをしておきたいというふうに思いますが、大臣から一言いただきたいと思います。柴山文科大臣。6月7日に開催されます国語分科会、国語課題小委員会から、検討に着手をしていただき、しっかりとですね、迅速に検討をして、いただくことを希望いたします。川内宏君。はい。それでは残りの時間で、白塚政務官も本当すいません、私も聞きづらいことなんですけど、ぜひ、お願いしたいと思います。今年1月12日14時30分ごろ、白塚先生がお乗りになって、秘書の方が運転していらっしゃる車が移動中に対向車と接触したということでございますけれども、これは警察庁としてこの事件を把握しているかということだけ教えていただきたいと思います。警察庁、高田長官官房審議官。お答え申し上げます。本年1月12日昼過ぎ、千葉県松戸市内の市道において当て逃げ被害の通報があり、千葉県警察において所要の捜査を行っていることは承知しております。川内宏君。で、これ要するに今当て逃げという言葉が出たんですけど、道路交通法72条、交通事故の場合の報告義務に違反しているとのではないかということだろうというふうに思います。で、同じく道路交通法第73条には、事故の報告を妨げてはならないと、同乗者は事故の報告を妨げてはならないということも規定しているというふうに聞いておりますけれども、これまで国会での答弁で政務官は、何かの接触、対向車と接触したとは思わなかったと。濃度のなんかブロックに接触したと、でドアミラーが破損したというふうに思ったんだというふうにご答弁になられていらっしゃいますが、この警察庁にもう一度確認、第72条の報告義務というのは、対人対物に限らず交通事故すべからく報告をせよということになっておりますね。高田長官官房審議官。お答え申し上げます。交通事故とは、道路交通法において車両等の交通による人の死傷もしくは物の損壊と規定されております。車両等の交通によって物の損壊という結果が生じれば、事故が運転する車両のみに損壊がある場合であっても交通事故に該当すると考えますが、報告義務に関しては一般論としては、道路交通法72条第1項の趣旨を踏まえれば、極めて軽微な物損事故のような場合も含めたすべての物損事故について課されているものではないと解されます。川内宏君。政務官、非常に微妙だと思うんですよ、今ご答弁ありましたが。しかし政務官というお立場とすればですね、
コンビニでドアミラーが壊れちゃいましたって言われたときに、はい、じゃあ一応届けようねということをされるべきであったと、そこがここまで問題を長引かせている政務官のミスであったというふうに思うんです。最後に、そこはちゃんと報告を、その時点で報告をさせるべきであった、それが法に忠実な立場であったということについてお認めになられますかということだけご答弁いただけますか。白塚文部科学大臣政務官。お答え申し上げます。1月12日の接触事故におきまして、私もその秘書がドアミラーをぶつけたことに関して、その一部の欠損だけでございましたから、私自身もあまりその対向車があったという認識はなかったことがまず一つ、そしてまたそのことについてしっかりと秘書から報告をいただかなかったことに対しては、私の、ミスがあったと思っております。川内宏君。終わります。次に。